アブロバイソンバイソンーアブロバイソンはイギリスアブロ製の関西観測機、偵察機、単発の副用機である。バイソンはイギリス空軍省の要求仕様三3-21で求められた関西観測機、偵察機として設計された。1921年10月、試作機3機の発注を競合機ブラックバーンブラックバーンと共に獲得した。バイソンは 二つの角質を持つ副容器でブラックバーン・ブラックバーンと同じネーピアライオンをエンジンとしていた。深く平面的な側面を持つ機体は鋼鉄のチューブから形成されており、パイロットは主翼前方の開放式コックピットに登場し、エンジンカウルはパイロットの前で下方に鋭く形作られていた。機内のキャビンは両側面に長方形の大きな窓を有し、 通信士と航空士の席と装備が備えられていた。室内は立ち上がることができるだけの広さがあり、その後方にはスカーフリング式銃座に取り付けられたルイス系機関銃を扱う機銃手の座席となっていた。上翼は機体に直接取り付けられていた。試作機は1921年に初飛行、それに続いて12機のバイソンアイが発注された。上翼の上あつらの気流が コクピットに干渉するため、バイソンは、操縦に難があった。これは、試作二号機で主翼の設計を変更することで、解決された。具体的には、上翼の上、帰り脳をなくし、中央部を2フィート持ち上げることによって対策され、この機体は1923年4月に飛行した。この修正を取り入れた設計には、バイソン2の名称が与えられ、さらなる受注を得た。 バイソンアイの数機は同様の回収を受け、バイソンアイ A と故障された。一機のバイソンアイが要求仕様8-23に基づいて、フロートと引き込み式の車輪を取り付け、水蒸気555バイトバイソンアイに改造されて試験を行ったが、水蒸気の母体としては不適当であると判明した。1922年に最初の量産機が納入され、 イギリス空軍第三飛行隊のウエストランド・ワールラスを更新した。1923年4月、第三飛行隊は解散し、艦隊航空隊の偵察飛行隊として再編された。アーガス、イーグル、フューリアスの空母飛行隊とイングランドのコースポート及び、マルタのハル・ファールの沿岸航空隊に展開した。1929年、フェアリー・ファイフによって更新され、退役した。 ジャクソン前継所、208ページより、ハーリン、エリック・ジェザ・シー、ゴーイング・バイソン、エア・エンスージアスト、41ページ、AB ・ジャクソン、AJ、アブロ・エアクラフト・シンス1908、ロンドン、プトナム、ISBN0 から851778348204ページ、ハーリン前継所、43ページ、ハーリン前継所、45ページ、ハーリン前継所、 46ページ、ハーリン全継書、47ページ、ジャクソン全継書、205ページ、ジャクソン全継書、206ページ、ハーリン全継書、48から50ページセットフォード、応援、ブリティッシュネーバルエアクラフトシンス1912、ロンドン、プトナム、ISBN-0373-211、40から41ページ、ハーリン全継書、50から51ページ、 ありがとうございます。